こんにちは。今日は0から10までの数字を紹介したいと思います。今日のテストは聞き取りとなりますので、まず発音を覚えて繰り返してみてください。今回は割と短いビデオとなりますけれども、聞き取りだけですね。後であの自分が言えるようになるようなあの勉強の仕方を紹介したいと思いますけど、まず聞き取り。 Zéro, zéro, un, un, deux, deux, trois, trois, quatre, quatre, cinq, cinq, six, six, sept, sept, huit, huit, neuf, neuf, dix, dix,, moi donc faut le je suis aussi macho, zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, 9, 10.、はい、早速、聞き取りのテストやりたいと思います。そんなに難しくないから、心配はしないでくださいあ。これから数字を言いますので、あの見せてください。5、5、3、3 Un, un huit, huit dix, dix neuf, neuf six, six. deux, deux 多分大丈夫ですね。まあできなかったらもう一回やってみてください。まず聞き取れるようにしないといけないと思います。その後は自分で言えるようになる方法とはですね。まず順番通りでね、0から10まで数えるように。その後は自分が言いたい数字をフランス語で言ってみてください。それが一番の方法です。 実は他の勉強しないといけないものがありますけれどもはい、綴りですね。綴りも覚えないといけないので少し難しいと思いますけれどもつ綴りの勉強をしたら後であの楽になると思います。新しい単語を勉強するにはやっぱり綴りがわからないといけないと思います。全部綴りが振ってありますのでぜひ何度もこの ビデオを使ってこのビデオを見てやってみてくださいはいそれでは次のビデオはですね次のビデオは11から20ですけれどもそしたら結構まあ数字ですね0から20までの数字分かれば結構役に立つと思います もう一度言いますが、発音が難しいですので、少しずつ覚えてきてください。0から10までを一気に勉強するのは少し難しいかもしれないので、0から5まで、そして6から10まで勉強すればあの楽と思います。それでは、次のレッスンを楽しみにしてください。まだ登録してない方は登録してみてください。毎回あのこれを忘れないでください。